スはもう大丈夫です今。今日さ、今日ってかプレゼント開けてさ半分ぐらいまでしか開けれなかった。誕生日のでも用品がね、いっぱいありました。バスソルト、パック、美容みたいな。ありがたい。うん、これも シルバニアキャワタ。確かにメイコちゃんに取られないようにしないと。怠け者より絶対可愛い、こっちの方がね。今日病院行って PCR 受け、コロナ大変。確かに。てか体調気をつけなきゃね、本当に。卒業公演コロナで延期とか笑えないからね、本当に。インフルが猛威を振るっている。やば、気をつけようね。なんか急に緊張してきた。あと2週間元気で過ごさないと。再来週の土日何してんの？ちょっと間違えて、もう再来週。そうだよ、もう再来週だよ。早いね。なんかあったかいお茶でも飲もうかな。ルイボスティー的なものある？どちらにありますか？でも
どっち、あ、いいよ、どっちでも。でもさ、リップアットしてないみたいなんだけど。でも変わってる？唇の色。落ち着いた。変わってるっちゃ変わってんのかな。化粧感前よりある？ちょうどいい。じゃあいいか。いいな。2月18日、もう開けといてほしいな。2月18日、開けておいてほしいな。時間帯まだ決まってなくて、でも昼と夕方とかだと思います。多分確かって、もう1ヶ月切ってるもんね。朝はありません。都内です。どこだっけな、場所。四ツ谷とかだったっけな、確か。多分そうですね、丸の内線。内容はまだ決まってません。でも卒業ドレスは着る予定です。卒業イベント、撮影タイムもきっとあるはずなので、ぜひ綺麗な私を収めていただければ。確かにね、クレカのカニア特典をまたやるかもしれない。ドレスね、なんか保管してもらうらしいですよ。
そう、多分おさらさんのとこで保管してあるんじゃないかな。それが買い取りなのかな。どうなんだろうね。買い取ったらいくらなんだろう。リアルにえぐそうだよね。確かに。でも買い取っても保管できる場所というか、なんか綺麗に保管し続けられる自信なくない？買い取った人ね、いないと思います。確かにみんな預けてるイメージ、倉庫に。下手したら2桁万って下手しなくても絶対2桁だよ、そりゃ。5万円とかで買えたら買うよ。絶対、普通に絶対何十万だと思う。うん、確かに同じドレスでもなちゃん、あ、生地か。そう、下手したら3桁万だよね、多分。確かに下手したら3桁じゃないですか。2桁は絶対いくね。高いんですよ。確かに何十万なんだ。いや、作るのと多分売るのお金違いそうじゃない？作るのは多分そこまでって聞いた気がするけど、なんか予算があるみたいな。らしいですよ。そう、商品として売るならみたいな。作る原価と商品のとさ、もちろん違うだろうからね。楽しみですね。どんなドレスになるのか。急な押ししか勝たん。嘘、私ここに出てた。なんか気分どいの感じないさ。わかんない、どんな感じなのか全然わかんないです。ドレス色気になる。ドレスの、え、ドレスの、色でしょう。どんな感じでしょう。秘密です。緑は絶対なさそう。絶対にない選手権行く。緑 500% ないんじゃない。絶対やだな緑。
茶色は基本ないかもね。え、私言ったっけ、なんか色どっかで金色、金、真っ金金。黄色はあれそうじゃない、可愛いよね黄色って。ベージュ、モナちゃんベージュじゃない。青も、青似合うかな私。オレンジとか合いそう。それはねいいよね、暖色系が。やっぱ紫もいいよね。ほんのりピンク、真っ赤もなさそう。確かに私真っ赤のイメージないかも。黄色いいよね、黄色オレンジ紫とか好きですよ。水色ピンク、ちなみにお母さんは紫って予想してました。あやは紫好きだから紫なんじゃないかなって言ってた。ピンクと水色っていうのはさ、どういうこと？2色？サイリウムカラー？ピンクと水色のドレス？でもそれも絶対可愛いね。わかんない、想像できないけど。紫いいよね。もぎちゃん紫でも、さきちゃんも紫でしたよね。そんなこと言ったら13期みんな紫みたいな。分かんないけど、おされさん作ったら何がでも可愛くなりそう。間違いない、おされさんなら紙衣装、紙ドレスが。ミドレスを作っていただきます。希望はね結構前に出してますよ、秋ぐらいから。なんなら卒業発表する前から希望は出してる。そう、そうです。なんでこんな話になったんだっけ。卒業イベントでドレス、あ、そっか。はい、そんな感じで。あと何日だ、カウントダウンしよう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 お、15日、あと2週間くらい。数えないで。2週間ぐらいです。
確かに卒業発表の時はまだまだ先は、いや本当私1月入ってからが早かったかも。ショールームのアカウントは多分このまま使うと思います。卒業公演の日が毎日配信の最後だと1700日に1日足りない。そうなんだ、1699日ってこと。あー残念残念。1698日だって。モナは爆睡。次の、いやもうね、一旦配信は一旦もう卒業で一旦2000日まで続けてみない、絶対やだ、ごめんねだってえほぼ1年じゃん、プラス300何日、絶対やりたくないあと1年毎日は絶対無理、ごめんねやりたくない、あと1年毎日は一旦休みたい、一旦ね、全くやらないわけじゃないけど、できないではなくやりたくないんかい、ごめんやりたくない、一旦でも全然やりますよ、1週間に1回とか、まあ2週間に1回とか。めっちゃいいじゃん、やっぱ苦痛なのかな、苦痛じゃなかったですよ、全然苦痛じゃないけど、そのなんて言ったらいいんですか、一旦休みたい気持ちもさ、だってみんな4年間5年間って1日も休みなくずっと何かをやってたら、何かを機に一旦さ、一旦休もうかなみたいななりません？そう、一旦解き放たれるのは大事一旦投げ捨てると崩壊、確かに。毎日配信見るならアカウント新しく作るでいいので、え、だってこんなに続けててフォロワーの方がたくさんいるのにさ、もったいなくないですか。それは新しくアカウント作るならもはやショールームもやらなくなるかもしれない。アカウント引き継げるならやるかもしれないけど、引き継げないならもうショールームしないと思います。そこは一旦整理ではないです、都合のいいとこだけ順位読みます。13位なめこさん、12位ヤシーさん、11位まさりんさん、10位ゆきちゃん、9位あかねちゃん、8位かずはしとぐちむなあさん、7位あゆなのくまちゃん、ひーちゃんはつこまず、あやなちゃんもあの素敵なドレス着て見送らせてあげたい、どんなドレスでしょうか。6位おげりんとちむなあさん、5位のおじいさん、4位まさと、今日は特にまったりあやな、そうですね、まったりしてます。3位メジさん、2位スズパラビマチさん、1位がひろゆきさんでした。55位モナチャクがキューちゃんでした。ありがとうございました。まったりでしたね、ちょっとしばらくまったりで、ありがとうございました。モナちゃん寝てるんよ、おやすみーって、おやすみー、バイバーイ。かわいい、バイバーイ。